この巣は。鬼ごっこだ、鬼ごっこ。命がかかってるってのに遊び気分かよ。めぐみ、今すぐ爆裂魔法を。無理です、さっき撃ったばかりですよ。そうだった、くそ。爆裂魔法もなしにこの数を相手にするなんて無理ゲーだろう。仕方がないな、ここは私が盾になるから、お前たちは逃げろ。見上げた騎士道精神だ。だが蛮勇と無謀は違う、ここは撤退した方がいい。危ない。ふぅ、おお、一撃で助かったよスコール。このブリザード、まさか。一匹倒したところで拉致が開かないわ、早く撤退しましょうよ。意義なし、みんな急げ。倒したブリザードはどうする、持って帰って食うか。あらあら、ミーアちゃんたら食いしん坊さんね。食い意地に負けて命を落とす気か。いいから村まで一時撤退だ。なまら急げ。スコールだな、おかわりなさそうで何よりです。君は前に会った時と比べて貫禄が出たな。寒い道が発展したのは君の力の賜物だ、胸を張れ。それよりもブリザードの大量発生、こんな異常事態、長く生きてきて初めてのこと。ブリザードが原因と分かっただけでも進展はありました。今日のところはどうぞ泊まっていってください。好意を無下にするのも悪いな。だが私の体質のせいで迷惑をかける可能性もある。納屋に泊まらせてくれ。獣を引き寄せる体質より寝起きの悪さの方が迷惑をかけそうだけどな。そうですね、寝起きの悪さは私たちもたっぷり味わいましたし。あれはタイミングも悪かった。自然に目が覚める時などは我を忘れて暴れることもない。なるほど、確かに起こし方も少々乱暴だったからな。今後はこちらも気をつけよう。さあ、カズマ殿たちにも部屋を用意してあります。今日のところはごゆるりとお休みを。おはよう、待たせたな。おはようって、もう昼過ぎよ、ずいぶん遅いのね。いや、もっと早く目が覚めていたんだが、ちょっと調べ物をしていたんだ、こいつをな。これはブリザードの死体、どうしてここに。ミーヤが食べようと思って持ち帰っていたらしい。あの命がけの逃走劇の中でクイージが勝ったのか、大したやつだ。食べる前に見つけてよかった。調べてわかったんだが、やはりこいつらは精霊の飛躍を使われたらしい。精霊の飛躍、それは何なのです。精霊の飛躍はその名の通り精霊が生成したと言われる薬でな、死体に数滴垂らせば蘇らせることができるんだ。何ですって、死者を生き返らせるなんて納得いかないわ。お前だってリザレクション使ってるだろ。だからこそよ、そんな薬なんかでホイホイ生き返らせるなんて。怒る理由はそこなのか。ブリザードの数は異常なほどだった。薬によって復活したせいで大群となったんだろうな。何者かが精霊の飛躍によってブリザードを大量に蘇らせた。まさか吹雪と寒波を起こすことを狙って。でも仮にそうだとして一体何が目的なんでしょうか。見当もつかんな。そもそも精霊の飛躍は希少で、
持っているのは一部の上位精霊のみと言われている。なるほどな。けど今はその精霊の飛躍とやらをどうこうするより、ブリザードを討伐する方が先だ。ブリザードを何とかすれば寒波も収まるんだし。クエストを発注し冒険者を雇っていたのでは時間がかかりすぎる。我々の手で一刻も早く全滅させるべきだろう。でも全滅させるなんてそんな都合のいい方法があるわけ。いや、一つだけある。あるのかよ。逆転の発想だ。ブリザードは寒波を巻き起こしたが、逆に寒波が収まればブリザードは滅んでしまう。つまり寒波の天敵を用意すればいい。寒波の天敵？それってどんな？説明しよう。が、その前に紅茶でも飲まないか？このスバ！このスバ！いい香りだ。やはり午後のひとときは紅茶に限る。紅茶もいいけど、早くブリザードを何とかする方法ってのを教えてくれよ。寒波の天敵だっけ？それって一体何なのかしら。簡単な話だ。寒波を相殺するには熱波をぶつければいい。理屈はわかるが、何週間も続く寒波に太刀打ちできるほどの熱波など一体どうやって発生させれば。スコール、我が爆裂魔法で寒波を吹き飛ばせばいいと、そういうこと？いや違う。え？実は熱波を起こす魔道具があるんだ。無論私も実物を見たことはないがな。なるほど、ブリザードの天敵と言っていたのはそういうわけか。一体どんな魔道具なんだ？熱波を起こす魔道具、その名はサウナのタオル。サウナのタオル、なんだか暖かそうな名前ね。ただ現在どこにあるのかはわからない。肝心な点を伝えることができず不甲斐ない限りだが。いや十分だスコール。俺の知り合いにそういうのを探すのが得意なやつがいるから頼んでみるとするよ。けど熱波でサウナって、まったくこの世界は。僕のこと知りたい？教えろ教えろシエロちゃん。見た目はクール、中身はホット。リアでホット一息ついてね。世界中の可愛いが大集合、可愛さ 100% エーリカです。うわー、レッツアクセル。世界各地を巡っていた頃、踊り子の舞台は何度か見たが、森の洞窟にこもっているうちに踊り子も随分変わったものだな。森の賢者と呼ばれた獣人がこれほど衝撃を受けるなんて、やっぱりアクセルハーツは革新的なのですね。そりゃまあ現代日本のアイドル文化を大胆に取り入れてるからな。ここにいたのね、探したわよ。メリッサ、もしかして頼んでおいた例の件もう調べがついたのか？ええ、熱波を生むなんて変わった魔道具は高価なはず。オークションの記録を見たらすぐに分かったわ。購入者は貴族、コンラッド卿。落札された魔道具は1週間前そいつの屋敷に運ばれたみたいよ。貴族か、それは厄介だな。いや逆に好都合。ダクネス、出番だ。ああ、貴族同士私が話をしてみよう。うまく交渉すれば譲ってくれるかもしれない。ダクネスは貴族だったのか。まあ名門ダスティネス家の令嬢だ。本名はララティーナ。その名前で呼ぶな。浮かれてるところ悪いけど楽観はしないことね。
相手は界隈でも有名な悪徳貴族らしいから。このスバ、これはこれは、麗しき淑女がお二人も。お久しぶりです、コンラッド卿。舞踏会ではお世話になりました。今日お連れしたこちらの方は。お初にお目にかかります。ダスティネス・フォード・ラレティーナと申します。今は冒険者として緊急事態に対応しておりますため、このような格好でお伺いいたしました。ご無礼をお許しくださいませ。いえいえ、お二人のお願い事とあらば無下にはできません。それでその…そこの小汚い男は従者ですか？従者って？この者は私と同じ冒険者です。付き添いに来てもらいました。冒険者は、道理で可愛らしいシエロさんやダスティネス殿のそばにいるにはちと品性が足りないようで気になっていたのです。はあ、品性が足りなくて悪かったな。というか、絵に描いたような嫌味な貴族だ。シエロが知ってる貴族だと言うから同行してきてもらったが、さっさと用件を済ませた方が良さそうだ。顔がいやらしい。ところで、お二人はこちらの魔道具をご所望だとか。そうです、熱波を生み出す魔道具ですよね。ふん。あの、熱波を生み出す魔道具、サウナのタオルで間違いないですか？ええ、そのように伺っています。こいつ、俺とは口も聞かないのかよ。私たちには今その魔道具がどうしても必要なのです。どうか譲ってはもらえないでしょうか？ええ、もちろん構いませんよ。本当ですか？ありがとうございます。もちろん対価はお支払いします。ご希望の金額をおっしゃってください。いえいえ、困った時はお互い様、お金を取るなんてしません。ただし一つだけ条件が。それはシエロさんが私の専属踊り子になることです。あ、朝も昼も私のためだけに待ってください。夜はもちろん。なんと卑劣で自己中心的な男だ。ダニエルの時はリアが狙われて、今回はシエロかよ。はあ、さあシエロさん、この魔道具が欲しいのでしょう。ならば今すぐ私のものに。いやー、ペルシュ、なんてことを。何してくれたらしい。もうこの魔道具は絶対に洗う。金庫に厳重に保管する。このスバ、このスバ。寒い道で待つミーアたちのためにも早くサウナのタオルを持ち帰りたかったのだが。すみません、僕が殴ったせいで。シエロのせいじゃないわよ、気にしないで。サウナのタオルを譲る代わりに専属踊り子になれなんて、そんな条件飲むわけにはいきませんよ。しかしこの後どうしようか。改めて交渉すれば法外な金額を持ちかけてくるかもしれない。さすがは悪徳貴族ってとこか。けどま、ご親切に魔道具の保管場所を教えてくれたのは不幸中の幸い。俺に任せておけ。カズマ、
どうして君はサム移動のためにそこまで親身になれるんだ。困っている人たちには手を差し伸べたい。自分でもそんな性分だとは思うけどな。いや、もしかしたら俺はあいつらの笑顔が見たいだけなのかもな。寒さに耐えながらも野菜作りに励むあいつらの笑顔を。なるほど。村長も君を信頼しているようだったし、大した男だ。カンパを終わらせて野菜を作らないとバニルにがっつり賠償金を取られるからな。けっぱる！ってわけでさ、寒い道が危ないんだよ。頼れるのはお前たちだけなんだ。頼む、協力してくれ。悪徳貴族から魔道具を盗むか。まあ人助けだもんね。いいよ、手伝ってあげる。サンキュークリス。メリッサはどうだ。もちろん、いつでもどこでも何だってするわよ。ちゃんと報酬がもらえるならね。今すぐには無理だけど、当てがあるんだ。寒い道の一件にケリがついた後なら。あら、いやだ、つけなの。私、ゴミとの約束って信用しないのと言いたいところだけど、今回は特別に手伝ってあげるわ。しかもタダで。お前がタダで？何かよからぬことを考えてるんじゃ。ダニエルの時はいい思いをさせてもらったしね。ミーアちゃんも困ってるって言うなら助けてあげたいもの。それにコンラッドの屋敷には私も用があったしね。お、メリッサは今なんて。独り言よ、気にしないで。よし、顔を見られないために仮面も用意した。コンラッドの屋敷に侵入するぞ。ダクネスたちは呼ばなくていいの。あいつには内緒なんだ。悪徳貴族とはいえ盗みには反対するだろうからな。だから私たちに頼んだのね。まあ人数は少ない方が侵入しやすいわ。クリスとメリッサの分の仮面もあるぞ。使うか。いらないわよ。一度も姿を見られることなく美しくお宝をかすめ取る、それが私の流儀なの。トレジャーハンターに盗賊か。確かに盗みに入るにはぴったりの人選だな。誰？大丈夫、こいつは仲間のスコールだ。どうしても一緒に来たいって言うからさ。ああ、カズマ君から話は聞いてるよ。協力に感謝する。寒い道の寒波が収まれば必ず礼をしよう。体は大きいけど動きは俊敏だし、頭も回るから。4人でサウナのタオルを盗み出すぞ。メリッサと言ったか。先ほどからじっと見てるが、私の顔に何かついているか。ああ、どうしましょう。こんなに大きなモフモフが。モフ？ダメよ、私はミーアちゃんやチョムちゃんのような小さくて可愛いモフモフが好きなはず。こんな大きなモフモフなんて別に。あはー、大きくて可愛いじゃない。耳を触るな。一体どうしたというんだこの女性は。気にするな、病気みたいなもんだから。モフ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 、大きいのも悪くないわね。カズマの周りには変わった奴が多いんだな。わかるか、わかってくれる奴が現れて俺は嬉しいよ。言っとくけど、カズマ君にも普通じゃないところはあるからね。このスバ